あ、そしてこれも見ていただきたい。この編集と声が間に合わない、この明らかにおかしいリッチ、タンタタタン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 、これはもう確実に、もうこれはもう完全な合言葉である。これはもう疑いようのない合言葉。彼は反転売屋組織のリーダー、アマル。この映像はとある転売屋に密着した衝撃映像である。以前買ったと思われる物を回収する転売屋。私の目には彼がドクロに見えるのは気のせいなのだろうか。慣れた手つきで回収していく転売屋。彼の手で何千何万の物が売られていったのだろうか。ここで何かの儀式を始める転売屋。これが転売の秘訣だとでも言うのだろうか。まるでドブネズミのように回収していく転売屋。彼に慈悲の心はないのだろうか。このベッドは以前安田さんのお宅で亡くなったと騒がれていた貝殻のベッド。まさか盗みまでしていたとは。恐るべし転売屋、滅びろ。あろうことか撮影中に転売仲間と談笑をする転売屋。どこまで舐め切っているのだろうか。滅びろ。お分かりいただけただろうか。この転売仲間、ニャハなどとほざいている。本来ニャハなどということは到底ありえない。このニャハというのはもしかしたら暗号なのかもしれない。我々に対する挑戦状なのかもしれない。この暗号を解いてみろと言わんばかりのこの左の猿の表情。いや、でもどちらにしろ滅びろ。まさかこの鳥も目の前に転売屋がいるとは思っていないだろう。かわいそうな鳥、トリッピペッパーと。世界政府が所有する世界一の海底大監獄。建物はカームベルトの海中に作られている。獄内は複雑な迷路のような構造上、至る所に監視用のデンデン虫が目を光らせている。また付近の海には巨大海王類が泳ぎ、海上は無数の大型軍艦によって常に警備されている。その警備体制の厳重さは鉄壁と称され、侵入も脱獄も不可能とされている。さすがはペッパー島の島主。人間とは思えない眉毛をしている。これはもはや召喚獣なのではないだろうか。
ここでいらないはずの手品セットを買う転売屋。まさかそのお金を手品でも使って消してしまうとでも言うのだろうか。そして今はいらないはずのゴミ箱も購入する転売屋。まさか見たものすべてをゴミ箱に闇に葬ってしまうとでも言うのだろうか。そして白い壁を買った転売屋。まさかこの白い壁を血という赤色で彩ろうと白のキャンパスを赤白いキャン真っ白なキャンパスを赤で染め上げようとしているのだろうか。あ、そしてこれも見ていただきたい。この編集と声が間に合わない、この明らかにおかしい立地。これはたぬき商店を隠しているかのごとく広場の建物が邪魔しているのである。これはもう広場の人たちももうこれはもう全員グルーと言っても過言ではないだろう。タンタタタン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 、これはもう確実にもうこれはもう完全な合言葉である。これはもう疑いようのない合言葉。この転売仲間たちの中で繰り広げられるこれは合言葉なのである。我々は目を疑った。確実に家の中に入ったはずだが外には小川が流れている。これでは特定の市場がない。こんなからくりになっていたとは。さすが転売屋、やることが汚い。我々が特定できないルートはここにあったように思える。今度は生き物まで転売しようとしている。転売屋の考え方は恐ろしい。何を考えているのか私たちには到底理解できない。おそらくこれも全て盗んできたもの。真ん中のパンダがとても痛々しい。彼は反転売屋組織のリーダー、アマル。まさか彼は、最近彼を見ないという連絡が相次いでいたが、まさか、トイレマットにされてしまったのだろうか。恐ろしい、恐ろしいことが起きている。この後に及んでショッピングを楽しむ転売屋。なんという強靭な精神の持ち主。な、おかしい。今まで捉えていた完全に転売屋を見失いました。誰だこいつ。おい、急いで、ちょっとスタッフ、ちょっと急いであいつちょっと見つけて早く。よー